シルバートンはアメリカ合衆国テキサス州ブリスコ郡の都市、同郡の郡庁所在地。2016年現在の国勢調査では658人が住んでいる。アメリカ合衆国統計局によると、この都市は総面積2.6平方キロメートルである。都市の全域が陸地で水面積はない。2000年現在の国勢調査で、この都市には771人。 303世帯および217家族が暮らしている。人口密度は294.7平方キロメートルで138.4平方キロメートルの平均的な密度に362件の住居が立っている。都市の人種構成は白人79.51%、アフリカン・アメリカン0.52%、先住民0.78%、 その他の人種15.69%及び混血3.50%で人口の28.15%がヒスパニックまたはラテン系である。303世帯のうち31.7%は18歳未満の子供と暮らしており、60.7%は夫婦で生活している。7.6%は未婚の女性が世帯主であり、 28.1%は家族以外の住人と同居している。26.4%は独身の居住者が住んでおり、16.5%は65歳以上で、独居である。1世帯あたりの平均人数は2.54人であり、家庭の場合は3.09人である。都市の住民は28.7%が18歳未満の未成年、18歳。 以上24歳以下が7.3%、25歳以上44歳以下が22.7%、45歳以上64歳以下が21.1%、および65歳以上が20.2%に、渡っている。中央値年齢は38歳である。女性100人ごとに対して男性は86.7人いて、 18歳以上の女性100人ごとに対して男性は88.4人いる。この年の世帯ごとの平均的な収入は27,014米ドルであり、家族ごとでは32,308米ドルである。男性の23,750米ドルに対して、女性は16,750米ドルの平均的な収入がある。 この都市の一人当たりの収入は13,416米ドルである。人口の17.6%及び家族の12.1%は貧困線以下である。18歳未満の29.4%及び65歳以上の12.3%は貧困線以下の生活を送っている。シルバートン氏はシルバートン独立学区に属している。テキサス州 ブリスコ軍の基礎情報。全国カウンティ協会。2008年8月23日閲覧。アメリカンファクトファインダー。ユナイテッドステイツセンサスビューロー。http コロンスラッシュスラッシュ factfinder.census.gov2008 年1月31日閲覧。ありがとうございます。